みんな少し変わった？そんなことねえよ。なあ。奪還作戦が随分前のことみたい。みんなの仕事はあの後どう？滑り出しとしてはまあまあだろう。海域シュアラ神の情報を求める客はたくさんいる。俺らにとってはありがたいことに新たな海域種も発生し続けているしな。とはいえ危ない橋に変わりはないし、新たな収益源も探していかないとって状況だ。そっちはどうだ？グレイプニルの海域捕食作戦に進展はあったのか？フェンリル本部にグレイプニルの機能を移管して再スタートを切ったんだけどね。オーディンの本格稼働までには時間も素材もお金もかかるみたいで。グレイプニルもなかなか世知辛いな。クレアはその後どうなんだ？私はあの後ずっと内勤。総督が手を回してくれたみたい。本当なら降格か免職もありえたと思う。マジで？本部奪還の手柄はどうなったんだよ。クレアはグレイプニルで一番の功労者だろ。ありがとう。でも組織ってそういうもんなのよ。本部への機能移管対応でずっとバタバタしてたんだけど、やっと落ち着いてきた感じ。大変だったな。お疲れ様。ありがとう。でもみんなと一緒にいた頃に比べると正直退屈で。確かに。クレア、ちょっと丸くなったか？それ太ったって意味。明らかに成長が見られるな。ちょっと、もう。はい、どうぞ。フィムも飲む？うん。はい、ありがとう。ねえ、クレア？ん？おかえり。ただいま。そろそろ時間だ。片付けて風呂、それから寝る準備。もう？せっかくクレアが来てんのに？そういう日こそ普段通りに過ごすんだよ。ちぇ、出たよ。相変わらずの気まじめ優吾が。お前な、こないだ夜更かししてミッション中に居眠りしたのを忘れたのか？あれは寝てたんじゃなくて瞑想してただけだから。なんか大黒柱って感じ。ちょっと暑苦しいがな。聞こえてるぞ。ほら、お前も片付け手伝え。何があった？まずはこれを見て。ついに我々は人類に残された最後の牙、オーディンによる海域捕食技術を完成させた。しかしその技術を支えるのは海域への対抗適応能力を持つエイジ適合者たち。彼らの肉体そのものが触媒として必要なのである。触媒？オーディンに登場し海域を捕食すれば、その触媒となったエイジ適合者は消失する。そんな無茶苦茶な。この事実は我らにとって重く、そして慈悲の欠片もないことは承知の上である。だが人類の未来を預かる私にはこれを伝える義務がある。すべてのエイジ適合者に私から私の言葉で伝えなければならない。エイジ適合者の諸君、この混迷の時代を照らし
闇を切り裂く刃となれ。諸君らは人類の未来を担う英雄なのだ。すでに我々はこの地域で登録された全てのエイジ適合者の所在を徹底的に調査整理させてもらっている。その数約1000人。なんだよそれ。俺たちに死ねってことか。エイジ適合者の諸君らにはこの大陸を救った英傑として子々孫々語り継いでいくことを約束する。我々ブレイプニルは人類の未来を守るため海域捕食作戦を強固な意志で推し進めることをここに宣言する。まるで賛同しないエイジは人類の敵だと言わんばかりの言い草ね。卑怯なやり方だ。逃げ場を徹底的に潰しやがって。あなたたちの召集令状が届いているわ。オーナー、港に封鎖命令が届いています。すでに私たちの港の周囲にはグレイプニルの海域踏破船が多数展開されている模様。ネズミ一匹逃がさないということね。周到に準備されていた電撃作戦だったんだわ。イルダ、今まで本当に世話になったな。俺たちエイジはここを出ていくだな。ああトレーラーを何台か買い取らせてくれないか。待ちなさい。初動の判断ミスは取り返せないものよ。だがもたもたしている時間はない。エイミー、全クルーおよび港のエイジの子たちに招集をかけて、みんなに大事な話があるの。了解しました。みんな、グレイプニルの通達は聞いてるわね。この港を代表して先の通達に返答を行います。我々クリサンセマムの返答は、断固拒否。誰一人としてエイジを差し出すことはしません。本艦はこれより全てのエイジを乗せてグレイプニルの警戒網を突破、この領域を離脱します。おい、ちょっと待て。そんなことしてあんたの港はどうなる。経済的報復か、あるいは武力恫喝か、何にせよ孤立するでしょうね。危険すぎる。何の得もないじゃないか。私の港よ。その意思は私が決める。人類の反逆者、上等よ。港のみんなの同意は得られている。うちの子たちはこんな圧力に屈するほどやわじゃないわ。ゴッドイーターもエイジも私たちも、もちろんフィムも、姿形や能力に差異はあってもここで生活を共にする家族よ。
誰かを取って誰かを捨てるなんて私にはできないし、するつもりもない。何より私は自分の意思を売り渡すことはできない。自分の意思いるだ。ユーモ、あなたの意見を聞かせて。エイジという立場ではなく、このキャラバンの家族の一員として。家族の誰かを生贄に捧げろと言われて、おいそれと差し出すことができる。お前イルダ、ありがとう。俺たちはこの船を守る。どんな奴らが来ようとも指一本触れさせない。だよな。私も行きます。クレア、いいんだな。今度こそ戻れないぞ。私はみんなと一緒にいる未来が正しいと思うから、みんなと一緒に行きます。に移行します。メインアキュレーターからのエネルギーフロー確率、対回帰核壁第1層および第2層閉鎖開始。感応レーダー、ナビゲーターと接続完了。同調率30、60、100%。オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対回帰核壁閉鎖完了。船体周囲に変色馬シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。ここから先はどうあっても茨の道よ。だけどみんなと一緒なら乗り越えていけると信じてる。イルダ・エンリケスはあなたたちの決断に敬意を表すとともに、全身全霊をかけて共に歩むと約束するわ。踏破線クリサンセマム発進。俺驚いたんだ。正直クリサンセマムのみんなが俺たちに味方してくれるとは思ってなかった。俺たちなんかのためにって心のどっかで思ってた。いつの間にかエイジの奴隷根性が染みついちまってたのかもな。ジークやルルたちもきっと同じこと考えてたんじゃねえかな。本当に恵まれてるな俺たちは。こうなったら俺たちは何があってもこの船を守る。だよな。あなたの決めたことなら大抵のことは受け入れる。そうは思っていたが、まさかグレイプミルに立てつくことになるとはね。悪いわね、付き合わせちゃって。あの子たちの思いに応えたくなっちゃった。あそこで自分を曲げるような玉じゃないでしょ、あなたは。ありがとう。とりあえず時間稼ぎの情報攪乱はやっときました。港の方はしばらくは大丈夫かと。でもってアインさんの港には秘匿回線で状況を伝えておきました。手が早いのね、さすがだわ。めんどくさい仕事は後回しにしたくないたちなんでね。いつもそんな役回りばかりでごめんなさい。
私、あなたにはあなたらしくかっこよくいてほしい。俺のリカルド。まあこういう後悔もまた新鮮でありってことで、どうせなら楽しんでいきましょう。ええ、よろしくね。次の目的地はアインさんの港でしたよね。ええ、航路はどう？グレープニルの勢力が検問を張っている可能性を鑑みると、この状況での選択肢は一つ、山越えのルートですね。山越えのルートって、それって禁忌指定されている航路じゃ。問題ない、俺たちがいる。グレープニルとドンパチやるよりは気も楽だしな。思い出した、エイジ食いだ。エイジ食い？この航路が禁忌指定される原因となった海域種です。エイジを必要に狙う性質を持っていて、グレープニルでもずっと問題視されていました。エイジ食いに遭遇したキャラバンはいずれも搭乗員のほぼ全てを失っています。なんとも物騒な話だな。その最後の航線記録がこの辺り、ちょうどこの船の取ろうとしているルートと重なります。マジかよ、どんな化け物なんだか。だが行くしかない。ああ、引く理由にはなんねえな。この程度の危ない橋はいくらでも渡ってきただよな。変わらないですね。ああ、相変わらずクレイジーな船さ、ここは。そういうわけだ、ビルだ。時間がない、行こう。わかったわ。エイジ食いに遭遇しないことを祈りましょう。各地の港でエイジによる武装蜂起が起きているわ。さらにはそのエイジたちが赤の女王に集まっているらしくて、これまで散々な目に遭わされて、挙句の果てに生贄だもの。当然よね。問題はそれだけじゃないの。エイジが自らを犠牲にして回乱を起こす事件が多発しているの。エイジの体内にあるオラクル細胞を強制的に暴走させ、海域を活性化させるバランの技術。その技術が闇ブローカーを介して広まっている。バラン自身が意図的にばらまいているという噂もあるわ。前から一部の過激派がグレープニルを襲撃する目的で実行に移していたことはあったけど、今はあらゆるエイジが犯行のために自爆行為に手を染めている。追い詰められて仲間を、家族を守るためにね。誰もが手を取り合わなきゃいけない時に、私たちは何と戦っているのかしら。さっきの場所、なんかの実験とかしてたのかな。エイジの腕輪が落ちてたんだ。半端じゃない数の。周りには機械みたいなパーツが落ちてて、すげえでかい足跡が続いてた。あれはオーディンとかいうやつの足跡なのかな。ああ、多分。俺さ、弟だったらどうしようって思って、けど弟のじゃなくて正直ホッとしてよかったって思っちまった。クソ、一体この先どうなっていくんだろうな。
前たちか。ジーク、元気ない？お菓子食べな。うん、ああ、ありがとう。なあ、俺たちエイジって何なんだろうな。無理やり適合させられて、ずっとヤバい仕事やらされてきて、挙句の果てに人類のために死ねだの言われて。俺さ、このままみんなと頑張っていったら、いつかみんなダチになれんじゃねえかって思ってたんだ。エイジも普通のゴッドイーターも人間もみんな仲良くできる日が来るんじゃねえかって。でもそんなんじゃなかったんだな。ジーク、俺たちはどこに向かったらいいんだろうな。このままグレイプニルから逃げ続けて、どこまで行くんだろうな。考えても考えても答えが分かんねえんだよ。俺はバカだからさ、頭ん中ぐる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 してダメなんだ。赤の女王もグレイプニルも俺たちも一体何をしてんだろうな。俺にはもう分かんねえよ。ジークは何したい？ジークのしたいことしたらいい。ジークは元気が一番だから。俺のしたいこと。この辺りでしょうか。信号はこの辺りで途絶えたらしい。近いはずだ。あっち、何かいる。いました。怪奇士です。所属不明のゴッドイーターが戦闘中。なんだあいつは。識別照合ができません。未知の荒神です。あれはエイジ組。あれはニール。お前らが盾になれ、早く。あれはグレイプニルのゴッドイーター。エイジの移送中に襲われたってことか。お前たちの代わりはいくらでもいるが、私の替えはいないんだ。早く動け。ふざけるな。うわ、みんな逃げるぞ。ま、待て。
い、みんな。たく無茶しやがって。でもかっこよかったよフィム。したいことできたね。ああそうだな。来るぞ。どんな傘って負けることはないでしょう。
きましょう。よし、やろう。クレアさん、バイザの低下、速やかに回復を。心配させてごめんなさい。荒波のバースト解除されました。これで少しはこちらが。輸送されていたエイジたちを保護した。赤の女王の連中なんだけど、船に連れて帰ってもいいかな。もちろんね。遭難者に赤の女王もグレープにでもないわ。とにかく戻ってきなさい。状況を整理しましょう。
随分と大胆な賭けに出たものだ。この騒乱はますます大きなものになっていくだろう。もはや一キャラバン、一港に対処できる規模の問題ではない。これからどうするつもりだ。それは分かった。彼らエイジはダスティーミラーが預かろう。いえ、あなたにそこまでさせる義理はありません。そのつもりでここまで訪ねてきたんじゃないのか。赤の女王と連絡を取らせてください。ほう。表にも裏にも顔が利くあなたなら彼らとの連絡手段も持っておられるかと。確かに。だが彼らと連絡をしてどうする。そうだよ、まさか一緒に戦うっていうんじゃ。ベレナーと会って直接話をします。赤の女王の力があればグレイプニルとの対話による事態の収束も不可能ではないわ。彼らが有する海域適応技術の提供を交渉のカードにできれば今行われているエイジ徴収に一定の猶予は引き出せるはず。なるほど。だがベルナーが賛同するとは思えないな。すでにあまりに多くの血が流れてしまった。復讐の炎は簡単に消えるものではない。私が説得してみせます。待ってください。赤の女王から欧州全域にオープンチャンネルで通信が。何ですって。素性の知れぬ人間による突然の無礼をお許し願いたい。私はベルナー・ガドリン、ご覧の通りエイジであり、エイジたちを束ねる組織赤の女王の代表である。エイジの諸君、そして我らを人とも思わぬ人間たち、エイジには全ての人々と同様に明日を望み暴力に抗う権利があるということを改めてお伝えしたい。我々赤の女王はいかに苦境に立たされようと、どんなに虐げられようと、明日を求めて自由に生きていく。そして我らの次の世代を行く子らに安心を残し続けていく。そのために我らは新たな世界を用意した。集え、エイジの諸君、我ら赤の女王の旗のもとに。我らを迫害した人間たちのために諸君の尊い命を捨てる覚悟があるのなら、その決意はその思いを背負い未来に紡いでいく同志のために輝かせるべきだ。海域は我らに人として生きることを許してくれる。生まれたばかりの新たな人類、我らエイジの優しきゆりかごなのだ。そして旧人類の檻にしがみつく愚かなグレイプニルよ、今すぐその愚行を改めよ。これ以上の迫害は許さない。赤の女王の総力をもってそれを阻止する。ベルナ、なんてこと。新たな人類のゆりかごか。この声明を受けてグレイプニルはどう出るか。下手すりゃ全面戦争だ。全面戦争。ああ、この領域に生きる者は全て
赤の女王とグレイプニル、どちらの側に立つかの選択を迫られるだろう。畜生、なんで人同士が敵と味方に分かれなきゃいけねえんだよ。敵？味方？戦争を始めるって言うんですか、海域の中で。すでに口火は切られてしまった。我々はどうすれば。イルダ、あんたはどうしたいんだ。え？俺たちが今ここにいられるのはあんたのおかげだ。俺たちはあんたのやりたいことを支える。ああ、聞かせてほしい、イルダの意志を。イルダの意志？私は諦めたくない。対話の道を、彼にベルナーに会いに行きます。アインさん。いいだろう、赤の女王にコンタクトを試みてみよう。